今回は超究極鬼舞辻無惨やっていこうと思います。でギミックはダメを必須反射で濃いヒットポイント個別ハートなし紋章は使えませんよ、運極ボーナスとかもありませんよってことで、まあ、今回の編成はこれでいきますで、いや私あんまりガチパで挑むことってほとんどないんですけど、大体コンセプトを組んでやってるんですよね。だから赤座だったら興行収入9000億パーティーで、牛太郎だったら譜面完成原則壁対応してなくてトントンパーティーだけど、今回はふざけてないっす。マジのガチでいく。まあ、90% くらいはガチね。ガチの本気になったら多分、ゴン三艦隊とかそんなになる。で、まあやっぱり背景は無限城っすね。そして、ロボットか、脱法寺刺さって、あの価値をまず倒した方がいいのかどうかっていう話になってくるよね。しかも攻撃ターン長いのがすげえ気になる。で、ワンパンする。どうだろう。何くれた今。スピアップ、防御アップバフ。あ、違う、これはクガのやつか。お？え？ほら！これもう言ったじゃん、予想で私！毎ターン誰か死ぬんじゃねえのってえ？今、バフのせい？今バフで何もらった？倒さずに行って、まあ、ネズコはとりあえず復活させるでしょ？で、ボスはそんなに死にかけにはならない。で、ネズコ生き返る。うん、まあ、とりあえずこれちょっと、ショット消しとこう。サムネに使うかもしんないんで。そしたら、まあ、スピードアップで加速して、なんかこのレーザーもな、なんか強そうな気がする。だから、レザストがいるかどうかちょっと悩んでたんですよね。だから、レイジさんにするか回復 M 要因を。ちょっとラファエルにするか迷ったんですけど、ほら、やっぱり、もう、絶対死ぬやつやん。めっちゃ、ほら、もう私、予想動画で言ってたじゃん。火ダメでかすぎて、もう死にまくるからまともに SS 使えるキャラいないんじゃないのみたいな話で、何してくんのあいつ。あ、回復フレアか。回復フレアしてくるけど、蘇生とかはないから、この価値を倒すタイミングはちゃんと考えなさいよっていうことを。ね。ってことは、まあ、ねずこにこれ、鬼キラーさせるか。やっぱねずこは結構使えるね。まあ、ちょっとそれ予想でねずこは一体連れてきたね。はい。で、カンカンして。よし、オッケー。このレーザーってどれぐらい食らうんだっけ？ちょっとこれ、覚えてないから見とかないと。これでも即死ないでしょ？あるかな？あ、やべ、上の位置もしかしたら即死かもしんない。キスキリラのとこにある。やべ、これはまずい！あー、まずくなかった。毎ターン蘇生ね。そしたら、これもまだ耐久できるから、まあ、いっか別に。SS をちょっと貯めようかなと思ったけど、まあ、ちょっと、動画的に時間かかりそうだから良くない。あ、そうだ、あとガチパでやらない理由は、去年、タジャドル、超ガチパンで挑んで、いやーこれ簡単したね思ったよりって言ったら大炎上したんで、やんないっす。そしたら、でもやっぱ鬼多いから、ネズコのキラーはすごい刺さるね。アルキメデスとかも予想キャラで結構言われてたけど、硬いなーほんと。で、ファーストキラー持ってて属性有利取れるキスキルリラも結構使えそう。で、カウンターキラーの、おい。で、これ倒すでしょ？鬼が何してくるかね。さっきの拡散だ。マジで死ぬレベルだから。これ、クガ死ぬんじゃないの？あー、やっぱり。で、あの、光だ。光のあれ鬼も気になるんだよな。とりあえずこれは、あー、暴れも。とりあえずここは、カンカンして、とりあえずクガをまず生き返らせて、いや、硬いな。キラーなしのキャラ、マジで通用しないんですけど。これ死ぬかな？拡散弾で。おっしゃ、危ね。クガが死ぬ。あー、そしてあいつは、やべえ、これ。クガの、それ幽霊だから発動しないんすよね。これ死ぬんじゃないの？まあ、ダメオのダメージ見とくか。ほぼほぼ死ぬでしょ、これ。あ、そっか、でも自分が死ぬだけだからいいのか。まあ、ダメオはそうね、即死級だわ。そうか、よくよく、だから幽霊は多分これが理由か。死んでも大丈夫なようにヒットポイント個別にしてるみたいな。そんな感じっすね。だからちょっとこれは、キスキルリラの回復使いつつ、ただ左下の鬼の位置で多分死にそうな気がするんだよな。頼む！よし！おお！もう、一気にリカバリー完了！で、倒したら次の価値を呼び出してくれるみたいな感じかな。で、拡散弾で今リカバリーできたから、やっぱ SS 全然たまんないね。そして、縦勘で、まあ、削りに行って倒すでしょ？でもね、あーでもこれな、どうしよう、ねずこを、ねずこをあんまり抜ける、その回復 M を初手にするとあんまり良くないから、ちょっとここ置いとこ。もうすげえガチでいくわ、今回。
で置いといて0時3で抜けていい感じにしないとちょっときついかな。でこれは多分死なないでしょ。よし、オッケー。離れてるとそんなに食らわないから1列2200ぐらいね。でもそういえば、はい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 、そういえばミッションでなんかトラベルベルもらえるのがなんか何かの伏線になってるかもみたいな話なんかありましたね。もしかしたら昼にスマホの光センサーで太陽光入れると無残弱体化みたいな。倒すでしょ。ちなみにこれは、あー勝手に消えるタイプだからあの価値だけ残して抜けるみたいなことはできなさそうね。そして下に、おー、これは泣き目意識の名前なんだっけ、ボスの名前ちょっと忘れちゃったけど、まあそれ言いますね。そしたら鬼が2ターンで拡散弾撃ってくる。禰豆子の位置がすこぶる悪い。どうしようこれ。暴れて横間で上がってって、そのこれ間に挟まるか、間に挟まるかあれだな、ゾンビの間に挟まってくんないかなこれ、はい、これ多分倒してもクガがまた死にそうだな。本当にクガ本当にマジで死にそう。とりあえずこれ間に挟まってこのゾンビ蘇生してきそうだからそれちょっと潰しておこう。いっ、やべ、いやーちょっとこのバリューはいらなかったな。レイジさんももう SS 使えるけど、どうせこれクガ死ぬでしょ。あ、死なない。移動は、あ、もう移動すんの、マジで泣き目じゃん。そしたら、そしたら重要なのはとりあえずあのゾンビ鬼が結構やば、あの結局あれを倒しとかないと、あの鬼倒しとかないと結局死にそうだからな。はい、というか倒しても回復されそうな気がするんですよね。レイジさんが回復 M 要因として出てきたけどちょっと微妙にとかある気がする。あー、キスキルが死んだ。これはやっぱ蘇生するよね。でも即死系はないか、これ。即死系の攻撃はちょっとなさそうね。まあ、下の泣き目の隠れてる数字にもしかしたら何かあるかもしんないけど、とりあえずちょっと、とりあえずこれは、ゾンビ倒して、よし、オッケー。レザストあると役に立ちそうね、これやっぱり。ラファエル連れてくると超レザストですごい役に立ってくれるかもしんないですね。あと、レザスト持ってる適正キャラなんかいたっけ？うん、本当に泣き目はただ移動するだけか。でもこの状態になると個別 HP って誰か一人でも生き残ってたら ゲームオーバーにならないから多分負けることはなさそうね。 SS ダメとかも多分やろうと思ったらできるんじゃないのかな、この状態だったら。なんか超究極高杉の捨て身をちょっと思い出すような雰囲気するね。禰豆子でとりあえずこの2体倒しときたいな。あの1体は、あーでもクワがちょっと気になるな。横間で上がっていって禰豆子にレーザー飛ぶようにしよう。ああ、やっぱ泣き目はもう倒せるような感じじゃないね。よし、これで禰豆子にレーザー飛ぶから死なないでしょ。うん。ちょっと、クガの SS 溜まってないのすげえ気になるな。で、移動する。で、あと3ターンは余裕あるから、これはやっぱ、SS ダメできるように配慮してくれてるような気がするね。正直、ああ、でもこれクガ回復してもよかったかな。まあ、いっか。で、キスキルリラも SS で、お、これクガの短縮取って抜けようかな、そしたら。はい。よし。いやー来たー、なんとか初見ボスまでは来れたね。さあ終わりにしよう、無惨。神戸を垂れて筑波へ。はい。平伏せよ。そんなこと言われても。うん、すっげーシンプル。で、あの黄色い鬼は SS 短縮してくるっていうのが分かってる。SS じゃない、敵のターンを加速するっていうのが分かってるから、これは縦勘でとりあえず1体倒しておこうかな。いけるかな、有利属性取れてないけど。SS もちょっとあの価値の位置からじゃ使いたくないな。っていうかあの無惨の攻撃超怖いんですけど。倒せるかなこれ。買った買った買ったこれ、マジで禰豆子の割合役に立つんじゃない。うわ、ほらもう禰豆子死んだで。しかも、うわ、禰豆子これ。電線切りだからやっぱ艦隊潰しね、これは。そしたら、まあ、これはどうせもう禰豆子死ぬから、まあ、縦勘でこれ、とりあえずあっちの鬼を殴って、あと、あれ知りたかったんだけどね。あれ、幽霊になると攻撃力落ちるんだっけ？いやー、これ倒したくなかったな！左上が多分電線切りかな、さすがに。で、レイジさんの SS が溜まりました。
どうすっかな、ここでもう使っちゃうか。すっげえ嫌な予感しかしないんですよね。で、これはボス必中だっけ。そうね。で、直殴り倍率もちょっと見ときたいな。44,000、あ、SS なしでいっか、じゃあ。44,000にキラーが乗って2倍になるから、何も直殴り乗ってなかったら88,000、およそ9万くらいになるはず。1殴りどうだろう。だから10倍以下直殴り。死んだで。やっぱり加速もするで。ちょっとこれ、クガ生き返らせるか。はい。これちょっと一回暴れ目でもいいから、どうだろう。さっさとこれ倒しちゃった方がいいかな、あの鬼たち。もうターン加速マジでやばい気がしてきた。しくったなこれ。あーやべ、マジでやばいこれ。やばい、これやらかしたかもしんない。あのターン加速先に潰しとくべきだった。ターン加速潰さないと前線切りで死ぬ。とりあえずこれ倒すでしょ。で回復する。で左胸傷つきレリラは死ぬ。はい、死んだ。うわ、しかもあいつ蘇生すんのか。うわ、根塚あと一旦で2段階見てる。これ多分死んだな。まあ、直殴り10倍ということが分かっただけいいでしょう。はい。うわ、勝った勝った。何やあいつ、弱点3倍でしょ絶対、ただの。マジで割合持ってる根塚役に立つでしょこれ。誰がいらなかったこれ。で、レイジさんも入れる。はい。いけるかなこれ。いや、勝ったマジで。いや、硬すぎでしょ。うわー、これやっぱターン加速失敗したな。どうこれ。これなんかすげえ、いやいや、ですよね。直殴り乗らないですもんね。これでなんかうまいこと避けられてくんねえかな。そんな、都合よくいかないよね。あー、ですよね。レザーで死ぬってことは、まあこれもしレザスト持ってるキャラいたら、今の例えばクガがレザスト持ってたら、ネズコ死ななかったみたいな感じになるけど、多分、速攻で撃ってくるだろうな。はい、わかりました。いや、結構しんどいんですけど、これ。そして、ネズコ SS 使う。はい。で、ネズコが、はい。ていうか、2ターンに1回の電線切りってきつくない？絶対誰か死ぬやん。ちょっとこれ、回復 M パー、回復できる人連れてこなかったのマジで大失敗かもしんない。はい。マジで失敗かもしんない、これ。そして、まあ、ねずこが亡くなったのは、どうせ回復誰かするんで、それでしょ。はい。で、ホームズで SS 使う。いやー、そっち行くか。で、これで次鬼蘇生なんすよね。いやでも、ホームズは割とありかもしんない。やっぱ重心格なんでしたのって言われたら、多分ここで使わせるためなんじゃないの。レイニーキラー L で、ここでカンカンした時3倍になるから、そっちか。で、ネズコに、あ、でもネズコにもう霧飛ばないんだっけ。いけ！いや、勝った勝った勝った！で、ホームズに飛ぶでしょ？で、亡くなりました。でもこれ多分2手あるから、いや、多分いけるんじゃないのかな。横か、多分、亡くなったネズコでも殴ればそれなりに削れるだろうから、配置すげえいいし。で、どこに行ってもいい。多分削れるでしょ。よし！誰が喋ってよいぞ。すいません。いやでもとりあえずボスに行けた。いやでもこれキャラパワーゴリ押しだから、でこれ開幕絶対死ぬから、絶対死ぬから、そしたら裏城1年生がお亡くなりになるから、ここで今生き返っても、いやでもあそこから、今の位置からあそこまではさすがに行けないか。今のこの下のホームズの位置から多分、この左上の火事倒しに行くまでの、道を、すげえ運ゲーになる気がする。SS もゴリ押しできないし。まぁ、ちょっとこれ倒しておくか。はい。あと何体出てきてくれるのかによっても、立ち回り変わってくるしね、これ、火事。あ、多分次で終わるわ。ドクロ1個しかねえし。で、ねずこなくなる。で、多分これ移動するんだよな。あそこに泣き目いるし。そして、うわ、あの鬼もめんどくさいしな。倒さなきゃいけない敵と、絶対にこれカンカンで倒さなきゃいけないの。多すぎなんですけど。とりあえず、これで倒せるでしょ？そこ抜けるの！うわぁ、こういう間系のカンカンだとね、ちょっと弱いんすよね。頼む！右弱！よし！もうこれ、SS にかけるしかねえ！
いや、もう全部使い切っちゃってるんですけど。はい、頼む、いけ。あー、ちょっと下がってる入れ板で電線切りで、これは、あー、裏城1年死ぬやん。そしたら、うわー、どうしよう。そして禰豆子がとりあえずじゃあ生き返らせなきゃいけない。いや、これどっちに出てくれるかな。あー、これでいけるか。はい、うん、よし、おのおに倒せたの、でけえ。マジで助かる。そして裏城1年生じゃなくて禰豆子が亡くなってほしいから、移動、移動よね。そしたら禰豆子が多分なく、もう禰豆子の SS はもうちょっと使えないから、でラスゲであと1回、一応ビビアンで回復もできるから、そこでなんとかなります。んー、これはちょっとこの間入ってみるか、挟まれるのかな、そういう検証もいりますと。お、いいんじゃない。あー、これ裏城1年生かな、亡くなるの。やっぱー、くぅ、裏城1年生亡くなるのすげえ困るんですけど。で、あっちの鬼も倒しとかないと、多分即死か、あれかで死ぬ。いや、でもこれどうしよう。いや、そうよね。ここを多分倒しとかないと、次のホームズは大丈夫だから、はい。うん。ただこれ、靴取っちゃうのちょっともったいないね。で、うわー、でもこれ横カンカンの配置だからな。移動しても、泣き目邪魔だな。どいてくんねえかな。いや、移動しないよね。そしたら、裏城1年と禰豆子がいるから、うわー、どうしようかな、これ。一応3ターンあるけど、禰豆子が死んだら、ビビアンで生き返らせないと、絶対に削りきれない気がする。まあ、あとは薄く横カンで、これも、あっちにうまくいくことを祈るしかないか。カンカンして、はい。右手、いや、勝って !SS もちょっと使えないしね。っていうか、今回ホームズがマジで生命線かもしれない。で、禰豆子がお亡くなりになる。これの蘇生はまあいいや。そして、ここで、ね、生き返らせるためにビビアンを使うか、ここで生き返らせるためにビビアン使うか、そのまま自力で抜け出すかだな。でも2ターンあればいけると思うんだよな。超スピもあるし。いや、ちょっとやめて。いや、あ、今いけるかこれ。ギリギリ。左、頼む、左来てくれ。よし、これ倒したでしょ。危ねえ。よし、誰が喋って言う。いや、喋るってこの無言マークで無理です。そんなこと言われても、あれ、もしかしてこの人帰らない。あ、帰らないんだ。うわー、これ蘇生して。でも、いや、でもちょっと微妙いかな。ここでカンカンして倒すか。そうか、こいつ残してると SS ダメが、まあ、ちょびっとできるのか。まあ抜けるけど、カンカンして、はい、よし、 OK で開幕ホームズ使えるのすごい。短縮して2段階目も打てます。配置はどうしよう、これ。よし、分かった。これはこのままいきます。これで勝ち倒して、で、とりあえず蘇生させて、まあ、多分裏城2年生がやられちゃうけど、SS はまだ使えるから、そこでなんとかする。はい、いい感じ。で、そこに出る。で、裏城2年生は多分これでやられるんすよね。うん、そうね。鬼倒しに行かないと、ターン加速がマジやばいから。いやー、ちょっと、やべ、倒さないで、あ、ぶね。まあ、これはしょうがない、これはしょうがない、これはしょうがない。で、ここでターン加速マジでされたくないから、ここで脱歩時3倍入るから結構禰豆子いけると思うんですよね。角度つけて壁も触れてくれるように。はい。で、壁触れて加速して、ここで SS 使って、もう鬼だもん倒しちゃわないといけないかな。ここで SS 使って横間で上がっていって、で、回復もできる。それでいく。はい。いや、強っ、この加速減速しね、さあさあ。まあ、これ倒しちゃうのはしょうがない。もうね、もうこれホームズ使ったら絶対怒るから。どこに出る？やっぱ左上ね。そして、攻撃がないから、ここを、ホームズが今これお亡くなりになるし、もう一回 SS 打てるようにチャンス回ってくるから、一旦ここは置いといて、SS 使うと今の減速率見たらわかる通り、余波で、あれ倒すのが一番やばい。そして、次、電線切りは、このホームズが倒れてくれるから、それを、価値で、よし！
い、やべ、オープンで、まあこれ倒せなかったのはしゃあない。よしよしよし、オッケーオッケー。で、SS 使って、全員倒しきる。そして次撃ってくるのが、まあしょうがないね、これ。そしたら、うわ、どういう打ち方にしよう。横間で普通に行くか、下がっていくか。下がってって生き残らせるっていうのも一つの方法。次、生き返るから、横間で今生き返るし、剣も持ってるから、ここしかチャンスないのよな。で、根津子を右に行かせたいから、はい。いや、これはマジみんな超スピード型の大号令よ。これで、半分削ってほしいな。スレン撃だっけこれ。ゲージ連撃だっけ。ゲージ連撃だからちょっと微妙いけど、うわ、根津子がちょっと微妙かったのがあれだな。はい。こう倒す。で、しかも今のこの位置最高やん。裏序に飛ぶで多分。しゃあ、おお、やぶねえ。大号令を多分あれ薄く上に打つべきだったな。みんな上に入ってたの。つうか全蘇生ってやばいでしょ。てっきり2体蘇生くらいと思ったもん。よかったか、もう全て使い果たした。あー、よし、疲れた。もうこんなワンパン無理でしょ。カチカチやもん。はい、じゃあワンパン動画は多分万次郎もあれ無理やで絶対。はい、じゃあこれで終わります。ごきげんよう。